今日は北という字を書いてみましょう。まず一画目、一画目は、横の中心線よりも少しだけ上から入って斜め上に上がりましょう。35度ぐらいですかね。で、あんまり上がりすぎると不格好になるので少し右上がりになるように書きます。2画目は1画目のこの書き終わりを通るように、はみ出さないように通って降りていきます。1画目と2画目を交わらせて降りていきます。で、3画目はこの角から斜め45度上を目指して跳ね上げます。斜め45度を目指して跳ね上げます。4画目は少し寝かせる感じで右から左にチュンと払います。キツツキが木をつつくように払います。木が気をつつくようにチュンと払います。で、5画目ですね。5画目は、2画目の始まりをほんの少しだけ上から書きましょうか。書いて曲がるところは3画目の始まりと面を合わせる感じので曲がってきます。で、ここから真上に跳ねます。ポイントとしては、そうですね、こっちは辺になるので横画はなるべく右に上がるように書きましょう。で、ちゃんとここ飛び出さないようにくっつけてあげて降りてきます。で、こっちの横画も辺なので上に上げます。上に跳ね上げます。で、あとは、こっち「日」という字ですけれども、この「キツツキチュン」が難しいので、なるべく、こう角度が縦にならないように、なるべく寝かせるように横に払うように心がけてください。ですね。こう縦になってしまうと、これでも間違いではないですけれども、かっこよさとしては横にこう払いチュンとなってる方が力強くてかっこいいと思います。あとはそうですね、ここの最後のここのところを合わせるように書きましょう。で、ここの幅なんですけども、空いてる場所があまり離れすぎるとおかしいですよね。で、くっついてしまうとまた違う字になっちゃいそうなので、いい塩梅に離れてください。いい塩梅、ここね、離れすぎずくっつきすぎず
いい塩梅で、人と人が背中合わせ、人と人がこっちの人はこっち向いて、こっちの人はこっち向いてって背中合わせになってるっていう字なんですけれども、もう別々の方向に行きますっていう意味の字なんですけれども、つかず離れずな、塩梅のバランスを取りましょう。